愛する皆さん、こんにちは。変化の風が地球の平面を吹き抜けるにつれ、あなた方は、あなた方の惑星である地球と一直線に並んだ惑星の神聖な配置を通して再調整されつつあります。この配置の接点で、光の回廊が作られ、惑星に流れ込んでいます。この意識の光の工事の流れの権限は、今も存在し、活動しています。光の回廊は、今自己復活の真の別の状態に同調することを選択した人々を目覚めさせる架け橋として機能しています。この、光の回廊の設計は、さらなる目覚めの機会を創出し、思い出すことで再接続を生み出し、工事の意識の神聖な要素を受け入れるためのものです。地球にやってくる、このエネルギーの変化する力学を通じて、あなたの人生のあらゆる領域で、拡大が生まれています。一瞬一瞬、ドラマの幻想に参加して別のレベルの苦しみに入るか、それとも幻想を、ただ目撃して、その瞬間に存在する空間を維持するかを選択できます。あなたは、限られた自我の心を遥かに超える存在であることを理解してください。幻想に焦点を合わせると、日々の経験に継続的な苦しみと制限が生じます。それぞれの経験の中で自分の反応を変えて、生きている瞬間をより生き生きと過ごせるように選択できるのはあなただけです。自分が作り出した日々の人間関係にどう反応するか、そしてこうした限られた幻想を乗り越えるかをその瞬間に選択できるのです。この時点であなたの脊柱はあなたの変容のための活発な導管として重要な役割を果たすことになります。脊柱はあなたを宇宙の中央意識の広大な知性に直接つなぐ電気コードに例えることができます。あなたの脊柱は常にあなたを宇宙の中央意識の英知の中に自然に再調整するように設計されています。この特定の時点であなたは常に自然に一部であったものに再び加わるよう求められています。エネルギーのタイミングはあなたの本来の本質の焦点を再び確立するのにちょうど良いものです。これは背骨を通じた意識的な再接続の行為によって達成できます。背骨に焦点を合わせることで意識の変容的変化の出発点が生まれ、別のレベルで神聖なシステムが再び開かれ、活性化されます。このプロセスは光の扉を開く仙骨内の意識的な再調整から始まります。仙骨から脊柱を通して情報へ意識を移すと、この光の扉が脊柱を通して解放され、特定の光のパターンの配置が再構築され、脊髄液内に再び固定されます。これらの光のパターンは脊柱の椎骨を通って情報へと浸透し、首の椎骨まで届き始めます。あなたが意識的にこの開口部を作ると、脊柱内で多次元の光のスイッチが再び作動し、オンになります。これらの光のパターンは、脳細胞、脳のシナプス、小蝌蚪に放射され始め、小蝌蚪内で再び開く一連の脈動する光の扉を作り出します。この脈動する光の流れが、回復することで、あなたは自然に工事の意識の周波数のパルスに再びつながり、宇宙の英知と工事の意識状態に再び合わせられます。あなたの背骨は宇宙の工事の意識の創造エネルギーの中心となる光の回廊と自然に噛み合うようになります。あなたが意識的にあなた独自の光意識の脈動を再活性化すると、背骨全体が輝き、神聖な心臓を通して目覚めを放射します。あなたの心臓と背骨は神聖なシステムの一部であることを知ってください。あなたの神聖な気質は
あなたの中に生き生きと存在し、常にそうでした。あなたの役割は、脊髄液と相互作用する仙骨内の独自の周波数の流れを解き放つことです。脊髄液には、あなたの意識の純粋な霊薬が含まれています。それは独特で、力強く、輝かしく、あなたの神の周波数として知られています。あなたは、この独自の輝きを通して認識されます。このプロセス全体は、あなたの自我の心の限られた知性の限界を超えて、あなたの意識を再配置するように設計されています。自我の心は二次元であり、地球上のドラマの完全な幻想と一致しています。このプロセスは、あなた自身の位置づけを変え、幻想から切り離し、高次の意識の真の多次元領域内で自分自身を安定させるために設計されています。これが自己エンパワーメントの実践です。この次のステップでは、すべての概念とアイデアを手放す必要があります。自分が何者であるか、自分が知っていると思っていることすべてを手放す覚悟が必要です。正しくなければならないという感覚を手放し、自分のペルソナを手放すのです。あなたが自分の中に真実だと信じているもの、あるいは真実ではないと思っているものは、すべて障壁を作ります。これらすべての概念は、宇宙の無限の創造エネルギーの、真の知恵への最終的な再接続を妨げる制限を作り出します。あなたは、すべてを手放し、知らない場所へと移行する意志を持たなければなりません。そうして初めて、すべての創造物が存在する空間に真に入り、安定することができます。すべての固定された思考パターンは、最終的にあなたの悟りのプロセスを妨げ、ブロックします。真実のすべては流動的な光であり、すべての創造エネルギーは流動的な光です。あなたは、このステップを踏むよう、求められています。一瞬一瞬、あなたのエゴの心が、いかにあなたを、本物の瞬間から引き離すかに気づいてください。あなたの心が、いかにあなたを、過去や未来に引き込んでいるかを見てください。気づきがすべてです。真実は、本物の瞬間に明らかにされ、現在の瞬間に存在することがすべてです。理解と知恵の洞察は、すべて、瞬間に明らかにされ、明らかにされる可能性があります。プロセス。注意、意識的な呼吸は、口から吸って、口から吐き出す呼吸です。この呼吸は、自我の心を迂回します。意識を向けて、物理的な手で、仙骨に触れます。これが難しい場合は、そこに意識を留めてください。意識的に息を吸い、仙骨の中にそよ風のように当てます。あん、あん、あん、と音を発して、開口部を感じ、見て、感じ、または感じる空間に意識を向けます。これは微妙でも強くても構いません。ステップ1から4を合計3回、または仙骨内に出入り口が開いているのを感じ、感じ、または感じるまで繰り返します。これは軽い体験かもしれません。仙骨から脊柱ラインを通って意識をゆっくりと優しく引き上げ、エネルギー、エッセンスが脊柱、脊髄液、椎骨を通って出入り口から脊柱を上がっていく様子を感じ、見て、感じます。仙骨の出入り口から脊柱を上がっていくエネルギーの中で意識的に呼吸し、手放します。あん、あん、あん、と音を発して、見て、感じ、または感じる脊柱内のエネルギーの流れの空間に向けます。意識を背骨から首の椎骨、そして脳細胞まで引き上げます。意識的な呼吸を使って、手放します。扉からのエッセンスが光として流れているのを感じてみて、感じてください。音を響かせます。あん、あん、あん、と、手放します。光が脳細胞全体、
脳のシナプス、小下体にあふれ、広がっていくのを見て、感じてください。もう一度意識的に呼吸し、手放すことを選択します。開口部のスペース、つまり光の中で、意識が完全に開くようにします。見て、感じて、感じます。音を響かせます。あん、あん、あん、と、意識的に呼吸して、手放します。見て、感じて、感じたつながりに開いてください。まるで、光の回廊があなたの中に整列し、あなたを宇宙の神聖なウェブに結びつけているかのようです。ポイント10から12をもう一度繰り返します。整列しているのを感じてみて、感じてください。手を心臓に置き、エネルギー、心臓細胞を通して開いている流れのエッセンスを感じてみて、感じてください。中、このプロセスは毎日実行できます。私たちプレアデス人は、あなた方が自分自身の意識的な再覚醒の道を切り開くのを見守ります。この非常に神聖な瞬間に、私たちはあなた方の周りに愛と光の空間を作ります。私たちはあなた方を見守ります。祝福を。